どうもこんばんは、加瀬介です。今日は2023年の5月の14日日曜日、夕方過ぎですね、もう夜も暗くなりつつあるというところでの、言及の争奪戦、5段以上戦やってまいりたいと思います。さ あとにかく球を集めて回りたいということで、もう勝ったり負けたり、もう本当になかなか前に進まないという感じになっておりますが、やってまいりたいと思います。ハイパイテンス、チュンが3連敗バラバラで、ドラ1敗という、せいぜい5点というところですかね。でチュンが重なったんで、チュンを一泣きして、サクッと上がりたい、という感じですね。まあとりあえずドラをものにしていきたいなって、役配を泣いていきました。となると周りの人も合わせ打ちというとこですね。さてまあペンサンチ、これは関しておきましょうか。はい、恩恵は特になしですね。一応急走、とりあえずちょっとペンチーピンを落としていきます。ペンチーピンを嫌ってで落としていくとして、ソーズのやっぱカンチャンをとにかく埋めていく感じですよね。であとペン3ピン、3ピン2枚持たれてるみたいですね。ってなってくるとペン3ピンを早々に諦めて、で本一にまではと思ったんですけど、早速上がられましたね。はい、次です。さあとりあえずは点差が少し開いてしまいましたので、ハイパイは、せいぜい5点ですね。相撲が良ければ上がれるかなという感じですが、ただドラもないので、ここから、ペンチーピン入ったのは大きいですね。これは一気に面前で上がれる可能性が出てきたかなというところです。とりあえずチュン落として、で、スーソー、ローピン入ってきたか。ローピンはそこまででもないんですが、パースを先に落としてリャンゾーが入ったらいいなと、いうところなんですが、リャンピン入れて、そうきたか。であれば先に9ピンを落とすか。9ピン落としてローピンが入ってくれば、ローソが入ってくると、ドラのチーソー使えるなという感じなんですけどね。ちょっと様子見ですね。なるべくドラを使いたいんで、さあなお1泣き、さあ2泣きされまして、さあここでどうするかなんですが、カンリャンソーを諦めずにちょっと9ピンを先に処理してみます。でこれでいってペイはまだ大事、落とせます。でローピンを打てるかどうかなんですけど、ローピン3枚来た。いやこれはあんまり望んではなかったんですけどね。もうちょっとローピンを嫌っていきます。ちょっと神茶が対面がちょっと微妙なんで、ここはちょっともう決め打ちして、白髪は落とせるんで、リャンゾー積もってくるかですけども、リャンゾーも2枚しかないのか。リャンピンを入れたとして、なんとかそれで上がれるかな、リャンゾーで上がれるかというところですよね。これはどういうことかな。通信待ちですね。パワーピンはまだ打てるとして、CPU のダイソーが入りました。戻ってきました。泣かれました。いやー、これはちょっとローピン完全に失敗しましたね。CPU もなし。残念でした。テンパイ取れずと。これはいいです。さて1万点差がついてしまいましたが、これはハイパイかなり良くて、6点ですかね。ドラがないから頑張るかどうかというとこなんですが、ただ親なんで、そうですね、なんとか1通とかに持っていけるといいかなというとこですが、
ちょっと一通を見て、あ、感想が来ましたね。ちょっと漏送としてしまいます。これで、一通受けて泣いてしまってもいいかもしれないですけどね。まあそれだって安いんですが、なんとか上がれる、いや、一通泣いて一通を取っても仕方がないですね。イーソーを落とせるかどうかなんですけど、あ、微妙だな。あ、スルーしてしまったか。ちょっと酸素落とそう。微妙なんですよ。あ、やっぱパッソー、こっちか。あ、いや、あ、パッソーは当たりだったんですね。はい、山梨、次です。さて、ちょっと点差が開いてきましたが、なんとか一回上がりたいな。さあ、ハイパイはこれはまあ5点というところですが、ただまあ、薬杯、とりあえずペイを泣いて、なんとか親を落としていくしかないですね。とりあえず1回上がりたいっていう感じで仕上げていって、あ、いや、これはもう本一を目指す、いや、本一を目指すほどの手でもないかなという感じなんで、初はちょっとキープしておきます。で、これでどうかな、初は持たれてる可能性もあるんで、あ、これはちょっとまあ本一に寄せますか。あ、初一気に切っていってますね。ってなってくると、これはイーソー泣いて、あ、来たか。ってなってくると、イーソー泣けるといいですけどね。初を当たりにするべきかどうか。あ、初は安牌なんで、イーソー早めに泣けるといいですが。チューンを落とします。どうかな、ソーズが出てきた下ですね。どっちもソーズがちょっと怪しいんですけどね。ん、ああ、まあまあ水は泣いてますからね。ただちょっとソーズのチャンスがどうか。これでイーソーとローソーですが、あ、神茶ですよね。さあ、これで無金図が出てきたな。ああ、いつか、はいはい、まあまあ、あ、いいです。とりあえずはやむなしです。はい、まあ2位が近づいていたという意味では、今の振り込みはかなりありがたいかもしれないですね。はい、これはハイパイはまあ4点というところですね。これで上がったとてというような感じなんで、ただまあどっちしても1回上がらないと、まあ、あの2着になれる可能性も十分出てきましたんで、なんとか上がりたいなという感じですね。あ、ドラッカー、さあ微妙な感じにまとまってきましたね。どこが入るといいかっていうと、ウーソー、パーソー、リャンピン、スーピン、チーピン、あ、チーピン来た、はいはいはい、チーピンが来たんで、これでウーソーが入ると一気に手が良くなってくるんですが、はい、これは E1 で回ります。ここはちょっと無理するべきではないですね。トンは一枚切れか、親のリーチがちょっとトンが怖いんですが、あ、トン行くか、あ、積もられた、はい、チューピン。ただまあこれはまあ仕方がないんですけど、あ、なんかでかいな。ただこれはちょっと親はもうちょっと勝負決まったみたいですが、さあハイパイはこれは6点というところですかね。まあ、7点ですね。ドラムあるし、なんとか上がりたい。まあ、そうじゃなくてもとりあえずここはとにかく上がっておきたいというような状況なので、数層、老層、9層、リャンピンとスーピン、パーピン、
このあたりが入るといいかなという感じですが、もうシャワーは見切ります。2枚持ってるみたいですけどね。さあリャンズは切ります。さあスーソキタンでパース落として、で3ピンあたりをもう落とし、あ、3層来ましたね。3ピン落として、で数ピンが入ってきてリーチっていうところですかね。さあこれはまだ可能性は十分あるかなと。スーチーソーはいける。パープスも大丈夫として、ウーピンか、ウーピンあたりはまあ多分大丈夫ですね。ちょっとローピンを早めに切ってるからいけるかなと思いましたが、さあここでちょっと神茶に上がられたらもうちょっときついんですが、リャンザは大丈夫。あ、そっちか、まずいな。これでちょっと点差がついてしまいましたんで、三茶が見えてきましたよ。さてこれはハイパイ点数的にはまあ4点というところですかね。何がひっつけばというやつですが、結構厳しい。これちょっと仕掛けていきましょう。ちょっと無理やり上がっていくしかないな、これは。さあかなり厳しい泣きを一発目からしました。これはもう薬牌がつかないと話にならないというところだったんですが、ペイがつきましたんでこれは泣けるんじゃないかなと思います。さあここでまあ数ピンを狙いつつですね、まあ動作は泣きます。でシャアが来たんで、あとはペイを泣けるかどうかなんですが、あーローピンが来たんで、これでいって何をもう先に落としてしまうか。あーそう来た、あー何がちょっと落とせなくなってしまったな。あ、これは、いやこれは行くしかないんですけど、何を勝負しますか。ここは、はい、何勝負しました。あ、詰まられた。あーそう来たか、ちょっとまずい傾向ですよねこれって。しかも高めか。いやーこれはちょっと勝負がまずいことになってきましたね。ちょっとこれを繰り返すというか、ひっくり返すのは 1,2,3,4,5,6 種、これひっくり返すのちょっと難しいな。ドラは来たけど、このドラだとちょっと使いようがないんで、かといって国士に行くにしてもちょっと厳しいので、まあここはどうしようもないですね。おたかぜのシャアはもう使いようもないしというとこなんで、これはもう適当に打って終わらすしかないかな。まあもうあとはもう振り込まないように考えるぐらいしかできることがないですね。ここからが腕の見せ所ですよね。3ピン、あ、3度か、3度が来てます。嘘はあり得るとして、ああ言いそう。まあチーピン先切りするかぐらいですよね。まあ、これはもうちょっと真面目に打っててもしょうがないかな。はい、ここはちょっともう安牌切りにいってしまいます。ちょっと先にチーソーを2枚とも落としてしまいます。はい、とりあえず積もられましたんで、はい、次です。これでオーラスですね。さあまだ一応生きてはいるんで、あと親でどのくらい返せるかなんですけど、いやーこれハイパイ点数としては4点、いや5点かな。ただ白が重なりましたから、とにかく最後までもう1000点でも多く集めて終わりたいと思います。まあ白を泣いて、まあ、あと泣けるやつは、まあパッソは泣きますね。パッソは泣いて、パッソは泣いて、
シーピンを入れてというやつですね。あれアンピンか、これはいいな。パスを泣きます。ローピンは落とせそうですね。あ、スーピンが来た。じゃあローピン先落として、スーピンはちょっと微妙なんですけどね。ロースが1枚切れました。ペイを泣かれました。まあパスをちょっと泣けるかどうか。あ、いいピン落とせます。スーピン、まあ、スーピン泣きます。そしてローソで待ちます。ウーピンは行きます。まああとはもう勝負するだけですね。はい、ローソは釣れました。このギリギリの先点が、そう、どうなっていくでしょうね。リーボーもいただきましたけども、さあギリギリつながりましたが、これがどうつなげていけるか。さあこれハイパイセンスはまあ5点というところですが、トンがすぐに重なったんで、これはトンを釣りに行ってと思ってはいるんですけど、と面前で作れそうではあるんですよね。これもこれは面前でちょっといけそうですね。あ、トン持ってきましたから、これはなんとかリーチして、リャンソー、リャンウッソー、チーソー、サブローピン、まあ、このあたりでリーチですね。まあなんとか上がりたいですね、せっかくですから。少しでも点差を縮めて。はい、来ました。まあサブロストですね、分かりやすいサブロストです。さあリーチトン、まあドラ、裏ドラが1枚ぐらい乗ればというやつですね。さあリーボー付きです。はい、詰まりました。リーズもトン、リーズもトンでドラ1枚で満貫ですね。はい、来ました、親マンツモです。さあまだまだトップまで一応可能性はありますからね。あと、まあ、倍満でも積もればトップですからね。さあこれはハイパイはまあ6点というとこですね。ただ今回役牌がないので、まあ役牌はちょっと手一杯広げて、ただ役牌がなくても上がれそうではありますので、ただもうかなり早い仕掛けを無理やり来てるみたいですから、まあちょっとお高で落として、でもうとにかく前に進みまくるしかないという感じですね。さてチュンが1枚切れのチュン、まあ、ペイはまあポンカスとして、ただ手が揃ってきてるんですよね。さあナンが1枚、あ、終わりましたね。はい、これで終了です。はい、ちょっと最後悪あがきしましたけど、ちょっと取り返せたから、まあよしとしましょう。まあこれはこれでいい、悪あがきを見せることができたということですね。玉を1個取られてしまいましたから、これはちょっと降格すら見えてきた感じですね。せっかく1列揃えたんですけど、もう2個なくなってしまったし、レートも1735まで落ちてしまいました。次です。はい、こんな感じでとにかくもうかなり経験数を重ねていって、まあ、相手の、まあ、打ち筋とか傾向とかを、まあ、読みながら、まあ、高ハイパイの時に点を取っていくしかないかなという感じですね。よろしく頼むぞ。というかさっきからちょっと喉が痛くなってきたんですよね。いやだからやっぱりちょっと喉が、どうも風の調子がまだいまいちなんで、喉の調子が良くないです。とまあ今台所で多分焼肉をしてるんで、焼肉の煙があの上の部屋まで上がってきてる感じになっておりまして、その影響もあるかもしれないんですが、さあこれはハイパイ点数はまあ6点ぐらいかなという感じです。これはもう、テンチャンターズを落としていきます。そしてサブローピン9ピンを入れて、
あ、一気に来ましたね。これで、まあでもどっちしても、まあ、そうですね。これで3層を先に落としてしまうか。ああ、ペンチーソがいきなり最初に埋まった形ですけども、下茶は国士かな、これは。まあ、であれば、まあ、無視するとして、あ、泣いてきましたね、下茶が。ということは、何もこれ、怪しいな。茶白も怪しいな、これは。トンが出てきてますんで、1かけます。あ、サブローピンですね。リーチピンク、あ、リーチドラドラか。一発もありますが。あ、これはもう感謝します。はい、ということで、乗りました。さあ、これで相手の街がリャンゾだったらありがたいんですけど。あら。はい、いいですね。はい、では切り替えて次に行きます。さて、これでいくと、まあ、ハイパイ点数はまあ4点というところですね。ただペイも重なりましたし、ハクもありまし重なってますんで、これはもうすぐに泣きを入れて、サクサクっと上がりにかけたいと思います。ハツも重なればというところですか。ハツはもういいです。まあ、急走もいらないんですけど、まあ、E ピンの方を先に落としますか。さあ、そうしていくうちに結構揃ってきそうなんで、これは、チーピンは無視してと思ってたんですけど、リーチ入ったんで、白は重なり、微妙なんですよね。まあ、アンパイはないんで、とりあえず急走から。トンかションパイですね。いきます。あー、ペイが出ましたね。ということはもうペイ落としていきますか。はい、スーキーピンかな、関数ピン、はい、ということでした。さて、こうなってくるとまたちょっと点差が開いてきたか、ちょっときついな。さてさて、ハイパイ点数はまあ5点というところですね。まあ、でも老僧がかなりいい積もですから、これは普通に面前で上がれそうな、まあ、手配ではありますね。薬杯はもう先に処理してしまいましょう。ただ泣かれてしまいましたんで、まあやんなしですね。とりあえず薬杯は落としていきます。まあ、これはもうしょうがない。さて、結構手配自体は揃ってきたんで、ペン3ピンを入れれるかというとこですね。2ピンが来て、2ピンはなんとか使い切りたいんですが、リーチか。パーピンを先に落として何も落とせます。ただ9ピンちょっと怖いんですが、まあここはもう回りますかね。イーソー、スーソー、イーソーリャンド3層落としてしまって回って、さあ急走も落とせますよと。ああ、9ピン、ロー9ピンか。まあ、まあしょうがないな。はい、マンガン、親マンカーでかいな。さあ、これはちょっとトン2極にして結構もうこれだけ差がついてしまったんで、どうしようもならないんですが、ハイパイ点数はまあ4点というところですね。チートイっぽくはあるんですけども、横伸びもかなり可能性はあるかなと思います。ツモ、第一ツモも良かったんで、とりあえず薬杯を落としてしまって、シャワー残すとして Q1 を落とす。で、キューピンシャーと落としていく間に、なんとか形になりそうですね。とりあえず、ここはちょっと安くても上がっておきたいんで、あ、シャーが来たか。であれば、急走落としてシャーを泣いて、あ、急走重なったが、まあ、これはもうしょうがない。あ、ウーソーが来ましたから、E ピンとリャンピンを落としていきます。そして、サブロスを入れて、テンパイ。
リーチという感じですかね。まあチーソーがなんとか釣れればなという、ちょっとまあ可能性はあまり良くないんですけども、これはいらないですね。あー先に行かれましたね。いやまあシャーでもあります、しょうがない。まあチーソーが入ってきたか。 E ピンはとりあえず押せますんで E ピンは出していく。ただリャンピンが通るかということでもないんで、まあやんのなしですね。もうチーソー打ちます。チーソーパーソー、急走も通るでしょうから落としていきましょう。さてまあこれって積もれてたぐらいの範囲ではあるんですが、ああそういうこと。はい、スーチーピンとウーパーピンか。さあこれで終わりましたね。ああまだ400点残ってた。はい、とりあえずもうやる気があんまなくなってしまいましたけど、とりあえず2位だけは確保しておきたい、ところです。シャアを泣いてハイパイ点数はまあ5点というところですね。ドラもあるしシャアは泣けるんで、はい、サクサクっと上がって終わらせたいと思います。はい、これで一気に、手が入りましたね。面前でもいけそうな手ではあるんですけど、とりあえずはシャアは泣きますかね。あらなんか面前でいけそうな感じになってますねこれは。あまあローピン落とすか。で数値層入れて、そうですね、数値層が来ればという感じになってはいるんですが、あーなんかいまいち伸びが良くない。あー数層が来たか。そしたらこれではい、とりあえずダマでておきましょうか。まあリーチしたとて上がれないよりかはまあちょっとダマで無理やり上がった方がまだいいような気がするんで、ダマです。トップから取ってもな微妙だなという感じなんですけど、ああ上がられましたか。まあ終わりですね。はい、ということでまあ一応2着ではあるんですが、9万点でやられてしまいましたね。まあちょっと何にもできなかったですが、打ち回しとしてはそんなにおかしなことはしてないです。はい、ということで、終わりました。はい、ということでご視聴どうもありがとうございました。